皆さんこんにちは。今回のビデオオプション、この史上最高の視聴率を誇るこのコーナーは、はい、なんと AE86 熱世界ようこそということで、はい、まあ、前回面白かったけどね。あれがさ、はい、あれが完璧に普通にこうレースみたいにいっちゃったら面白くないんだよ。まあ、だからビデオオプション的には美味しかったの。まあ美味しかったですね、はい、で今回は、今回はですね、すごいですよ。何がすごいの？この前もすごいとか言ってなかったっけ？今回もすごいです。どうすごいの？排気量が 2000cc あります。 2000cc、はい、エンジン乗せ替えたな。そうです、その通りです。乗せ替えてるな、はい、ブレーキ持つかな。6万円近道だよね。ですね。じゃあそのオーナーさん呼んでもよろしいですか？呼ばなきゃ分かんないでしょ。呼ぼうよ。分かりました、ご近所からお越しの。あ、ご近所なの。三重県。三重県です、はい、忍者だな。そうです、杉田さんです。はい、はいはい、どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。これは綺麗な発音。ありがとうございます。もうこれどのくらい乗ってんの？まだ1年なんです。あ、そう。でも6年かけて作りました。6年。はい、6年かけて作るってすごいね。すごいですね。それは本物だ。ありがとうございます。ね、にわか86ファンじゃないんで。ありがとうございます。ご自分でやられ。そうです、あの外は全部自分でやりました、はい。あ、そう、はい、乗せ替えも自分でやりました。いや、これはすごいよ。フェンダーはちょっとなんかこれ FRP でしょ。あの、はい、あの、ね、一枚もんのライフリーさんの FRP の音ですね、はい、これ綺麗だね。ありがとうございます。音が FRP です。これいいよね、はい、以前なんかね、はい、実は僕土屋さん大好きで、うん、土屋さんが NSX と86の時大好きで、うん、いつも動画見てるんですけど、うん、実は NSX と86両方持ってたんですよ。あ、そう。で、ただちょっと自営業を始めてお金なかったので、うん、なかなか NSX を売って、うん、売ったお金をこっちに。ああ、なるほどね、はい、じゃあ元々はいくらなの？元々は6万円です。6万円6万円あのフレームだけですけど、あ、まあ、部品代を入れてくとこうどうぞどうぞ。6万円からいくらかかったの？部品代で200万ぐらい、うん、はい。あ、で自分でコツコツ。そうですね、まあ、その前の入れると守っていくんですけど、うん、はあ。ドリフトかなんかするんですか？そうですね、一応ドリフトはしてて、うん、でかつまあその PR としては普段も、うん、あの濡れて、でかつドリフトもしやすく、で部品もやっぱり頑丈なので、うん、壊れにくくて、しかも部品供給もまだ 3S なんで、うん、戸田さんとかもいっぱい出てるので、あるね、それで安心面でっていうことで、まあ、これを選びました、はい、これはいいエンジンだよ。本当に 4AG と一緒でさ、 3S はトヨタの名機。何ですか、うん、それ何？これあのクラッチのリザーバータンクなんですけど、パネルつけるとつかなくなるので、うん、バイク用のやつを利用して。ああ、移動してるんだ、はいはい、エンジンがすごい高いんですよね、あの 4A に比べて。高いよ、高い、うん、でメンバーを落としてるんです。そうですね、メンバーを 25mm 落としてます、うん、メンバーを落として、はあ、オイルパンも加工してるんじゃなかったっけ？そう、オイルパンも加工されてます。だから下がかなりきついんですよ。ああ、なるほどね。このキットがあるんですよね。そうですね、岐阜のモーターフィックスさんのところがキットを出されていて、そのキットを買わせていただいて、でまあいろいろ加工は入れながらっていう感じですね。すごいよ。これ何馬力？一応ですね、車種代でダイナパックで180だと、補正なしです。あ、そっか、エンジンノーマルだもんね、うん、ですね。まあ、ローラーでかけると大体200弱はあると思います、うんうんうん、いや、ピークトルクが3000回転ぐらいで出てるので、うん、すごく乗りやすいです。3500で22キロも出てるんですよ。いや、そこはすごいよ、やっぱ 3S だからさ、2リッターあるし、うん、だけどまあこれはお手軽でいいね、うん。なんか取っ手がやけに茶色い。そうですね、これ、あ、はい、これね。実はこういう内装を補修する仕事をしてまして、うん、自分で、まあ、今の流行りじゃないですけど、うん、ちょっと色を作って、うん、こういう感じでちょっとワンポイントで色を変えてみて、
すげえ色ですよね。めちゃなんで黒にしなかったんですか。いやちょっとなんか乗った車がかっこよかったので真似してみました。違う車でこれなんか変じゃね。そう変ですか。なんか違和感が違和感ありますかね。ねえ、そういや室内綺麗だわ。うーん、あーいい、なかなかいいよ。シンプルでミッションも 3S のままですもんね。J160 ですね、うん、位置がちょうどいい位置に来てる気がするんですよね。これあのモータユックさんのキットで、うん、シフトの位置を前にずらすキットが出てて、うん、でそれをずらして前にやって、うん、でかつシフトパネルがオートマ用とマニュアルで穴が2箇所あるんですけど、うん、それをオートマ用にずらすとぴったりはまるんです。これってあれでったの6速6速なんですね。そうだよね、はいはい、でそれのシフトの位置をずらして前に持ってきているという、そういうのも売ってるんですね、はい、いいね。なんか86は ね、いじりがいがあるよね。普通だとね違うところに行っちゃうもんね。そうですね、最初やった時はそんな感じになっちゃいました。これでも割れてないもんほらダッシュボードが。それも実は割れてたんですけど、うん、僕それを直して、うん、そういう割れてない状態にしてます。あ、そうなんだ、はい、あ、これそれもやったんだ、はい、ね、うん、カバーもあるよね。そう、ありますあります、ね、緑のステッチ入ったカバーも売ってるよね。はい、あります、うん、それかっこいい。次割れたら買います、うん、でも本当緑のステッチ入ってるやつかっこいいよね、うん、ダッシュボードカバーかぶせるだけなんですよ。そうそうそう、うん、あ、じゃあ次それを。それつけるとすごくおしゃれになるよ。わ、はい、かりました。いや、なかなか綺麗にしてるこれ、はい、エンジンかけてみます。うん、エンジンかけようよ。するなぁ、力ありそうだ。あ、いい音だこれ。また 3S4 スローってかっこいいですね。かっこいいかっこいい。え、4スローはいい音するもん、うん、マフラーでどんな音するかね。ああ、ちょっと吹かしますよ。結構いい音するじゃんこれ。ねえ、いいかもよ。渋いっすね、うん、新鮮だこの放送さ、うんうん、太いのばっかり見てるからさ、うん、今回はまともに走れそうだぞ。それでは走ってみましょう。さあて、それでは 3S 積んだ86行ってみたいと思います。6速ミッションですね、確か。そうだ、ちょっとミッションがオイル温めて入りにくいので、ちょっと切った瞬間に入れていただくとスッと入ります。さあ、それでは行ってみたいと思います。バックしたわ。ありますね。あと何回転まで回す？7500回転まで。はい。ああ、いや、すごいですね。いや、よくできてるぞこれ。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、すげえちゃんとしてる。ありですよ。音いい、動きも悪くないです。いい、あ、いいですか。あ、
すごい乗りやすそう。そうです。ファイナルが 4.5 です。でしょ、はい、かなりこういい感じに詰まってるんですよ、ギアギが。あ、楽しそう。綺麗に回ってる。めっちゃちゃんとしてるじゃんこれ。持つかな。楽しいんだ。あ、ブレーキなんで？いや、一応入れたんですけど、土屋さんの足に耐えれるほどのパットじゃないかもしれかけて作った86だよ。いや、これは本当よくできてる。乗りやすい、足もいいし、エンジンのこうトルクの出し方もパワーの出し方もいいね。どうですか、これは完成度高いわ。ああ、うん、ブレーキから煙出てましたよ。いや、ブレーキ全然効かないすいませんブレーキ全然効かない。もうやばかったもん。一人でね、6年もかけて仕上げたわけだからさ、うんうん、完成度としては高いよ。うん、うん、なんかすごく安定してました。車の動きもそうだけど、だってばらつくところがないんだよ。うん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 、だから2足使わない、全部3。あ、そういうことですね。3なんですね。全部3、3、4、3、4。トルクあるから、そうそうそう、そんな感じで。最後だけ奥のヘアピンで2足使ってみたけど、うん、3でいいわなって感じ。3で必ず、うん、下があるからね。いや、これはいいわ。こういうのもありですかね。ありだね、本当にあり。だって俺らの 7AG でなんかやったら450万かかるじゃん。そうですね、はい、ね、そう考えたら200万ちょっとでしょ。これはこれでありだよ。ありですね、うん、近道だよね。ですね、はい、だけど俺らはやっぱ遠回りが好きだからさあの 4A にこだわるんだよ。だそうするとね、やっぱこう 7AG に行っちゃうんだけど、まあ、こういうのもありだよ全然。そうですね、うん、3S はいい。うん、ただね、こういうエンジン転がってないからね、なかなかないよね。だから今程度いいのはなかなかないね、はい、そうなんだよね。確かにそれはありますね、うん、まあ、だけど本当にその辺に解体にあったら絶対買っておいた方がいいと思う、うん、何かあった時のためにいや、これはいいわ。あ、採用的には、採用的にはね、まあありだね。あり、お、これはありだろ。お、入りましたね。いや、これこの車ね、うん、トータルバランスが高い、うん、ブレーキだけダメだけど、はいはい、今もあとはもう全然いい。うん、まあ、その後ではね、あの、いくらでも改善できますよね。そうそうそう、うん、乗りやすい車だよ。ああ、興味のある人はね。採用が一つ入っちゃいました、また、うん、これはありです。